皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはお礼は何回でもというテーマでお届けいたします。最近何かで読んだありがとうの反対は当たり前という言葉が気になっています。ありがとうの反対が当たり前だったことが目から鱗でした。何事も当たり前になると感謝の気持ちを忘れてしまいがちです。例えば毎日食べる食事、奥さんが作っているとします。いただくときはいただきますと言いますが、毎日言っていると形骸化して感謝の気持ちもなく、口に出して言っているだけになります。これが当たり前ということなのでしょう。世阿弥の言葉で、初心忘るべからずというものがあります。初心忘るべからずとは、何事においても、始めた頃の謙虚で真剣な気持ちを持ち続けていかなければならないという戒めです。それほどまでに初心を維持するというのは難しいことです。すぐに当たり前になってしまいます。アメリカの映画で50回目のファーストキス、という交通事故に遭った若い女性が主役の物語があります。この女性は交通事故の後遺症で一晩寝てしまうとそれまでの記憶を忘れてしまいます。つまり一日しか記憶できないということです。毎朝ゼロスタートで毎日が新しい人生です。これならば当たり前なんていう感覚はまず起こらないでしょう。ところが毎日記憶を積み重ねている私たちは、同じことが何回も何十回も続くとそれが当たり前になって、ついつい感謝の気持ちを忘れてしまいます。今日の本物の商売を目指すポイントです。よくよく考えてみると、生きていることが奇跡的なことです。外出すれば交通事故に遭う危険性があります。車が突っ込んでくれば一巻の終わりです。今の時代はテロに遭うかもしれません。災害に巻き込まれる可能性もあります。何が起こっても不思議ではないということです。ですから毎朝目が覚めるだけで奇跡なのです。今日も生きていたことに感謝しなければいけません。当たり前というのは恐ろしいことです。これは仕事の人間関係にも言えます。手土産をいただいた、ごちそうになった、仕事を手伝ってもらったなど、お礼をしなければいけないシーンは山のようにあります。例えば自分がお客様であると、売り手から手土産やプレゼントをもらっても、お客様だからもらうのは当たり前と思ってしまう人もいます。口ではありがとうございますと言っても、察して感謝の念を感じていないのです。そして手土産やプレゼントをいただくことが何度も続くと、どんどん感謝の念はなくなっていきます。こうなるともらうのが当たり前になります。このようなシーンは探せば山のようにあります。社員がいるから会社が成り立っているのに、社員のことを雑に扱っている経営者。明日誰一人として社員が出社しなかったら、商品やサービスを提供できなくなります。ですから社員をねぎらっての誕生日にプレゼント、メッセージカードを送る経営者もいるわけです。私は人と比べると感謝の念のない人間だと思っています。ですから感謝の習慣を身につけるために、お礼は2度3度伝えることにしています。例えば、私のセミナーに参加してくれた方には、その場でお礼を伝えることはもちろんのこと、会場を出た後、すぐにメールや SNS のメッセージなどでお礼の言葉を送ることにしています。そして、事務所に戻るとハガキで礼状も書くようにしています。これで一つの事柄に対して、2回から3回のお礼を伝えることになります。お礼を言われて気分を害する人はいません。むしろ印象に残るはずです。さらに次にお会いしたとき、セミナーのお礼を口頭で伝えればもっといいでしょう。お礼の言葉に言い過ぎはないと思います。何度も当たり前にならないようにお礼を習慣づけたいものです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。